吉田さん、億万長者合宿をご覧の皆様、今回ね、870万の借金で、ラーメン店、中華店ですかね、こちらの方の動画を見せていただきました。いや、本当にね、素晴らしいトーク力と、それから動画の構成能力ですよね。素晴らしく私も引き込まれてですね、この方になんとかなってほしいなって思いがしました。要するに、このラーメン店の方ね、この方が私の心を動かしたわけなんですよ。で、どの動画を見ても動かされるわけではありません。この方の動画が、まあ、一部ね、お芝居みたいなことされてましたけども、それも込みで、ああ、この人になんか協力したいなとかね、うまくいってほしいなとか、苦しいんだろうなとか分かるわけですよ。で、今、飲食店されてる方は、外食とかね、難しいんで、今。まあ、ですんで、ウーバーイーツとかね、配達とか、弁当とかに走ってると思いますけども、それができない、自分には打つ手がないと思ってる方でも、YouTube ってものをね、発信して、やっぱりこう再生回数を上げたりとか、ファンを作ったりとか、共感する人をこういうふうに作っていくと、本当に素晴らしいなと思います。この発想力といいますか、この行動力というかね、やっぱりどうにもできない部分がありますけども、どうにかなってほしいなっていうふうな応援する気持ちっていうのはここに集まっているんじゃないかなと思います。いや、本当にね、870万の借金、そして来月はもっと借金が増えると思いますし、これからランニングコースのこと考えたらお先真っ暗だと思うんですよ。でもお先真っ暗だからといって真っ暗だというふうに決めつけてしまえば未来はありません。でもこの真っ暗な状況をね、なんとか火を灯していこう、まさに爪に火を灯すじゃないですけども、なんとかできないかなって考えたところに、マイナスっていうのはそのままプラスにできたりするんですよね。もちろん瞬間的にお金がダーンと集まるとは限らないですよ。でも例えばこの状況でクラウドファンディングすると、もしかしたら10万とか20万とかね、政府のお金を当てにするよりも確実なお金の方が集まってくるかもしれませんし、私がぜひやってほしいのは、全飲食店の方がね、今66万店舗あるんですよ、飲食店って全国に。この66万店舗の方がみんな YouTube で自分の惨状を訴えかけるだけでも、きっとね、制度が変わったりとか、保護政策が出たりとか、なんか起きると思います。声を上げていかないと何も気づかれないですよ。もう顔出しが恥ずかしいとかね、顔出し人に見られたらどうこうとかいう、そんな余裕な時間ではないと思うんですよね。で、しかもこういう状態になる前からそれは来ていたってことなんですよ。さあ、今回は、流行り病のね、おかげで、結構こういう厳しい店ってのは、ものすごくあるんだと思います。増えてると思います。もうシャッターを閉めてやってないっていうところね、そういうふうにして最小限のランニングコストで家賃だけはなんとか払っていくみたいなことをしたりとか、家賃の交渉したりとかね、難しい中お過ごしだと思います。本当に皆さんね、お疲れで深刻だと思います。で、今回は世界的な、こういうふうなムーブメントですから、致し方がないなというところもありますけどもね、私も恥ずかしながら店舗をやってました。最後までやってたのが麻雀店です。私の場合は、流行り病なんてのは全くありませんでしたけども、借金3000万作って潰れましたよ。だからね、私から見ると、この方はまだね、870万の借金で、しかもなんとか打つ手を見出してるってところで、もうすごいね、私から見ると雲の上みたいな人ですね、店舗運営のレベルでいくと。いやいや、動画の作り方とかタイミングも、吉田さんが言われてるように、すごくセンスがあると思います。今の私の状況ではこういうのをたくさん作っていこうっていう思いにはならないんで、そういう意味ではね、マインドセットもこの方の方が、このラーメン店の方の方がね、上だと思いますよ。はい、この方は大丈夫だと思います。やっていけると思います。このままこれを続ければ、他のね、もたもたしてって言ったらあれですけども、他の YouTube を全然手を出さずに、同じように飲食店が補助金が出るかなどうかなとかね、国のお金いつ出るんだみたいな、ただ待ってるだけの人よりは、だいぶ先を行ってると思いますし、この方がもしね、今回本当にお店を閉じたりとかね、生産に入るとしても必ず逆転できると思います。3000万円以上の借金を抱えて、私がねもう太鼓判をしますけど、この方はここでもし行き詰まってももう全然死ぬ必要はないですね。このぐらいのね、800万とか900万とか1000万ぐらいの借金なんて、この YouTube1 本やるだけでいくらでも取り戻せますから。私はこの方に、ね、直接お会いはできませんけども、それはね、吉田さんと心を一つにします。この方は大丈夫です。こういうふうに手も足も出ないと思えている状況でも、手や足を出していくっていうところが次の一歩になると思いますしね、この方が作った動画っていうのはこれからもっともっと見られていくと思いますし、本当にね、こういうマインドを持った方がやるべきだと思います。 YouTube、飲食系 YouTube、本当にこれは素晴らしいタイミングだと思いますよ。で、他の方も同じようにやってほしいです。自分の窮状を訴えかけることによって、店はもしかしたらなくなるかもしれませんけども、お金はだいぶ借金を抱えるかもしれませんけども、借金の1000万、2000万なんてね、吉谷さんも同じですけども、返せるんですよ。 YouTube だけで、インターネットビジネスで本当にね返せるんですよ。だからね、間違っても就職先を探すためにフリーペーパーなんて見ちゃダメです。そんなことでする暇があったら YouTube を1本でも撮ってください。フリーペーパーで仕事を探している YouTube でもいいです。全然いいです。ぜひね、やってもらいたいと思います。さあ、ところでね、私、麻雀店をやりながら、借金3000万以上に膨らませながら、YouTube をやってました。で、この方のように数万回再生なんて全然取れなかったです。再生数はせいぜい10とか20とか、いわゆるね、全然響かなかったんですよ。っていうふうな形のことをよく言ってます。これ本当なんですけども、私が麻雀店をやりながら、店舗をやりながら YouTube を撮っても、全然再生されなかったんですよ。で、全然再生されなかった。要するに誰の心にも響かなかったんですよ。さっきのラーメン店の方は少なくとも4万8000回転とかね、響いてるはずなんですよ。1000回転とか。私の場合は全然ダメでした。その、全然ダメだったよと。麻雀店をやりながらインターネットビジネスやったけども、全然 YouTube 伸びなかったし、人は集まんなかったよっていう、このエピソードですら動画にして何回も何回もお話しするとアクセスが集まるんですよね。うん、だから、どれだけ失敗してもネタなんですよ。どれだけうまくいってもそうですけども、何があってもそれに対して共感する人とか価値を見出す人は必ずいるんで、だから人生生まれてから死ぬまでの間、全てを YouTube 動画で切り取っていくぐらいの気持ちで、全然お釣りが来ますよ。ね。ここは見せたくないっていうものほど人は見たがるんですよ。で、まあフルチンでいこうって言いますけど、恥ずかしいことは何もないです。ね、恥ずかしい、人生生きてて恥ずかしいことは何もないです。いや、恥ずかしいと思う気持ちの方が恥ずかしいですよ。堂々と何でもかんでも、フルチンでいればいいと思いますよ。心はフルチンでね。で、私はこの響かなかったこととか失敗談をネタにすることにはもう全く抵抗がないんでね、この前ね、私あれですよ、コウコさんに融資の相談に行ったんですよ。一昨日だったかな。そうすると、そのコウコの担当者の方が、久保さんはね、逮捕されたことがあるんですかとかね、破産したことがあるんですかって聞かれましたよ。動画で喋ってるんで。いや、あれは違いますよと。破産はしたことがありませんと。破産した人の相談を受けたことがありますと。全然その辺は借金なんて返してない借金1円もありませんからとかね。完済してましたんでとかね。それから逮捕はされたけど事実無根で無罪のまま出てきましたと。そういうこともお話ししてね。ああ、そうなんですかみたいなことになりましたけども、結局ね、こういうふうなエッジの効く話って人生のどっかにあるわけなんですよ。とっても恥ずかしい思いをしたとか、なんかね、朝礼の時に漏らしちゃったとか、好きな女の子に大事なとこ見られちゃったとかね、あれだったらリコーダーを舐めに放課後行ったとかね、そういうね、恥ずかしいこととか人には言えないことってのまでネタになりますし、もちろん人が尊敬することとか手本になるなみたいなことも当然ネタになります。だからプラスに触れてもマイナスに触れても全部そこには共感する人がいるんですよ。一番いないのは当たり前のことを当たり前にやってる平均的な人ですね。こういうふうなエッジが効いてない、まあ、なんとなく恥ずかしくない、なんとなくパワフルでもない、なんとなくこう動画がゆるゆるっと出てるだけと、そこにはね、共感ポイントあんまりないんですけども、ただそれでもね、共感する人はいるんですよ。不思議ですよね。で、私の場合は麻雀店をやってる時に、YouTube っていうのがなかなか日の目が見なかったんで、街角でね、本通りで、こうなんですかね、遊園地とかにあるパンダのぬいぐるみを着たりとかね、メイドさん横に連れたりとかしてティッシュ配ったりとかしてなんとか目指すことに一生懸命だったんですけども、それほどの効果は出なかったかなと思います。やっぱり効果が出たのは YouTube ですよね。しかも YouTube で私の店が流行ったんではなくて、私自身だけが目立ちました。ですんで店は全然来店頻度上がらなかったんですよ。 YouTube いくらやっても。ただ速稼塾の久保っていう名前だけがずっとね、今に至るまで響いてきて、それが途中で億っていう金額を生み出したりとか、全ての借金を完済する原動力になったり、40歳から始めてですよ。40歳から始めて、私43歳の時にはもうすでに1億円いってましたからね。で、家を一括で買うとかね。で、今はもう車2台買ってますけど、これ何回も言っていやらしくてすいませんけども、そのぐらい私はね、すごく自由な時間を手に入れたかなと思います。人生で40代というものは本当にね、1秒たりとも無駄にしてない充実した時間だったと思います。この辺は自己肯定させていただきますよね。誰よりも40代を楽しんでる人間だと思いますし、誰よりも思い通りに40代を過ごしてるかなと思います。これがこの先ね、続くかどうか分かりませんけども、今こういうふうなね、世界的な不況が来て私を助けてくれるのは FX だよということで、 FX の投資術もこの3年やってきて間に合ったってことなんですよね。FX につきましては私はね、1年間1回も勝ったことがなかったんですよ。でここがね、やっぱり多くの方のその共感ポイントになると思います。私は実際に1年間1回も勝ったことがなかった。それは動画で毎日残してるんで誰でも見れるんですよ。でそこから2年目3年目そして4年目の今になって、もう勝ってる動画ばっかり上がってるんですよね。その成長の推移も YouTube ってものが私の人生を補完してくれてるんで、キープしてくれてるんで、いつでも見れて、自分でもいつでも見れて、本当にこれ、例えばね、私の息子が大きくなった時に FX を学びたいなと思ったら、これをまず見ろっていうふうにね言って、3年間ぐらいその動画の URL を渡しとけば一人で勝手に勉強するなと思ってるんですよ。だから人生がそのまま教材になるっていうね、これぐらいのインパクトがあるんですよね。いい時も悪い時も全て突破口があって、全て感謝する人がいて、全てチャレンジ、チャンスにつなげていけると、そういった人生のこう歩みをね、私の口八丁手八丁じゃなくて、あらゆる角度から客観的に見える証拠としての動画があるっていうのは最高の宝だと思います。もしかしたら私にね、子供じゃなくて孫ができたら孫も見るかもしれないですし、私の知らない誰か全く違う他人の方がたまたま見てくれるかもしれません。そういった形で私はね、インターネット上に自分の人生という宝をね残していたような気がします。レオナルド・ダ・ヴィンチとかね、ニュートンという方は自分の書いた書籍が今でも語り継がれてますけども、今私たちは普通の人でね、普通の暮らし対して世界的に有名なことをしたわけでも、世界のね誰かを有名な人を救ったわけでも何でもないと、世界に寄与したわけでも何でもない、普通の暮らしの中で切り取った一つ、この動画がきっと子々孫々まで残っていってね、誰かと出会っていくんだろうなと思っております。ということでね、麻雀店の借り入れ870万という話から始まりまして、私のことになっちゃったんですけども、この方のようにね、やっぱりね、どんなどん底からでも這い上がるチャンスを目指してほしいですよ。でこれから大不況時代が来ます。大リストラ時代、そして大失業時代が来ます。世界恐慌が来ますよ。世界恐慌が恐ろしいことになります。皆さんが考えてみてください。今衣食住全く困ってないと思います。多少の不安があるぐらいでしょう。でもね、もしかしたら1年後2年後ぐらいに今日の晩ご飯は何を食べればいいんだろうか、どこに行ったらこの食品が手に入るんだろうかみたいなことを考え出す人が日本の中にもね増えると思いますよ。ただ職場がないとか、ただお金がないっていうだけでは済まなくって、今日のお米がないとか、カップラーメンが1000円になったとかね、カップラーメンですよ、起きよりますからね、それは。ね、今生産も消費もものすごく抑えられてるわけですよ。で鉄工所も止まってるんですよ、ね、鉄工所が止まってるわけですよ。で再開して流通が始まるのにまた数ヶ月かかるんですよ。もちろん1回解雇した従業員さんを再雇用してトレーニングするっていう時間も考えると、半年とかね1年ぐらいでかかるんじゃないかなと思いますよ。多分この今のイメージっていうのは、今の雰囲気っていうのは1年ぐらい続くでしょう。1年の間に今月倒産する、来月倒産する、3ヶ月後に資金ショートして倒産する、半年後に会社がなくなって路頭に迷う、こういう人が次から次へと出てきて、数万とか数十万っていう単位でこの街中にあふれます。リーマンショックの数倍の今インパクトがあるわけですよ。リーマンショックの時でもね、年越し派遣村っていうのが始まったでしょ。でネカフェ難民とかいたでしょ。今ネカフェすらやってないですから、もっと悲惨な状況です。皆さんね、これね本当にね、何も起きなければ笑い話で済むじゃないですか。私がこんなこと言って恥かくだけで済むんですよ。でも備えはしておくべきだと思います。どんな備えかというと、とりあえずはね、お金を稼ぐための発信をしていきましょう。もう何回も言いますけども、億万長者合宿のテーマはたった一つですよ。やりましょうですよ。発信しましょうですよ。発信ないところにビジネスは存在しないんですよ。発信ないところにこの870万の借金があるっていうね、この悲惨な状況も誰にも気づかれないんですよ。で人知れず終わっていくだけなんですよ。でも仮にね、この870万の借金がある人が本当にダメになって、潰れてしまいましたって言っても、そういう人が存在するっていうのは人の心に残るわけですよね。この数万人という視聴者さんの。でその数万人の視聴者さんの思いがこの方に向かう時が必ずあるわけですよ。この方が再起して YouTube デビューしますとか言ったら、これはねまたねアクセスは取れますからね。ですからそういうのを見て自分には関係ないよねじゃなくて、これ全員に関係があります。マイナンバー以上に YouTube っていうのはみんながやらないと生きていけないライフラインだと私は思いながら、今回の動画をね閉じさせていただきます。ありがとうございました。